維新の豊の橋仕立て、最高顧問、大阪維新の会代表、は4日、3月13日の衆院本会議を、体調不良で欠席しながらその前後に、不可解な行動があったとする疑惑が、指摘された、維新の豊、上西さゆり衆院議員、31、を、大阪維新の会として除名処分とすることを、公表した。橋下氏は演説で、上西氏に将来を見越しての、辞職と出直しを進めたところ、軽く一蹴されたことを、明かして、年、国会議員の給料費滞を、暴露しながら、怒りの絶縁宣言を言った。橋下氏は、維新政治塾出身でもある上西氏には、今回はかなり優しく、一回チャンスを、与えるよ。出直すなら、一回心を引いて、一生懸命努力して、次の選挙で維新の党から出ては、と辞職勧告を言ったところ、議員の身分は法に触れない限り身分は奪われません。それだったら除名で、結構です、と一蹴されたという。ここで橋下説がスイッチオン。29歳だった女の子が、初当選から、2年経つとこうなってしまうのか。国会議員は現金で給料2900万円ぐらいですか？国会で？と傍らの枝県議、維新の党代表を巻き込んで聞き出し、2200万円、これに、1200万円の経費が入り、3000万円以上の給料が、29歳の女の子に言ったわけですよ。飛行機乗るときには VIP 待遇ですよ。いや国会議員やると変わるもんだな。もう完全に永田町の感覚ですね。ずっと議員やりたいみたいです。と、給料まで、暴露、した。さらに、疑惑だとか事実と、違うとか、言い分は、あるかもしれないけど、維新が大阪と構想実現に、向け大変な時期に、秘書と何かしたとかどうたらで、こんなぐちゃぐちゃの状況にして、こうなったら、最後は自分で身を引くのが、政治家の責任の取り方ですよ、と、本来あるべき姿を指摘。もう二度と大阪維新の、会からは公認しません。もう二度とあの議員とは、付き合いません、と決別を、宣告した。永田町の感覚だと、除名にならないだろうが、維新は納税者の感覚を、徹底して貫いてきた。もう国民の税金を、皆さんの所得税を、あんな議員、上西氏、や、秘書の給料に充てることを、認めるわけにいきません。それを許したら維新の崩壊、消滅につながる、とぶち負け、最後は勢いよく、ご迷惑を、おかけして申し訳ありませんでした、と、有権者に頭を下げて、謝罪した。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。